壮大すぎない？壮大すぎないこれ最初の画面。ってことで新シーズン来ましたよと。まあね、なんかいろいろ見たいんですけど、なんかいつも通り上バグってエイペックスくん出ちゃってるんで、今回はね新モードのこのリバイバルっていうのをねやっていきたいと思います。うおー、新マップ来てるやんマジで。これは何なの？何がイメージなんだろうね。なんかでも夜の街って感じ、上海とかイメージ。なんか正直アップデート要素が多すぎて、キャラ何が強くなったとかあんま分かってない。バンテージが強くなったぐらいしか知らないんだよ俺。なんかこのうおほほほほ、すごっ、うわっ、うわすげえ、うわ新マップだちゃんと、うわすごい。ちょっと激戦区っぽいとこ降りるか、エネルギーパンク、うわすげえ。でもマジで近未来の街って感じ、夜の街って感じだね。エルスターにガンシールドジェネレーター、あこれ LMG につくやつか。これ LMG につく、なんか覗くとねシールド、あこれこれこれ、ジブのガンシみたいなのが出んだよね。これね俺ね、今シーズンこれ追加されて、これ強いと思って、これスピファ時代来ます。これスピファの時代、これ多分ねスピファと、あとだっていいね、いるわ。殺す、おへー、初キル、今シーズン初キル、今シーズン初キル。あちょっとなんかインベントリの画面も変わってない？で今シーズンマジでこのガンシールド、ガンシールドつけたスピットファイアと、あとね二丁拳銃のねあれがあるんですよ、P28ボザン、あの組み合わせがねちょっと強いかなと個人的には思います。これどういう構造だ？あージップハウスみたいな感じだ。あっ、オッケー、一人やり。これどういうモード？なんかかっきりさっきからすぐ入るけど、普通のカジュアルと同じ？これモードがわからん、モードがわからん。やばい、当たんない。ナイス。あっかっきり、やばい、なんかかっきり入んないんだこれ。あ待って、モザン来た。これでモザン2丁、モザン、来たー、はい来ました。今シーズンこれっすよ、これ。モザン2丁持ち。これがね、俺は強いと思う、多分。これね、12発撃てるんよね。で、この速度。この速度で12発撃てるから、今シーズンマジでこれ強いと思うんだよな。なんか味方さ、なんかランパーとなんか白アーマーなのにね、青アーマーになってるの、これバグ？これ、そういう能力じゃないよね。これ能力だとしたらランパ最強だけどバグでしょ？近い、これ近い。しゃー！これ何？普通のカジュアルと何が違うの？これって。あ、めっちゃの、めっちゃの。ナイス。いや、これよ。待って、バク。行くわ。あ、俺が死ぬ。あ、マジで強い、これ、モザン。あ、モザン、12発撃てんのやばくないこれ。そしてなんと6キル。ちなみにこのモードの何が新しいモードなのか全然理解できてない俺。どんだけショットガンも持ってんねん、ミラージュ。これ新マップすごいね。これちょっとチャットして聞いてみていい？クソキモチャットしていい？この興奮を表すため新マップ大きいです。うわー、キルログ見て、モザンビークの全みんな使ってるわ。やっぱこれモザン強い気がするわ今シーズン、リアルガチで。なんか今までモザンが最強だった時代ってないんだけど、なんかなんだかんだ強化されても。強く？ガーシールドスピファー。いや、新マップってだけでおもろすぎる、普通に。あ、間違えてミス。これ、うわ、すごいな。なんか地下道みたいな、なんか工場みたいだね。仕分け工場みたい。もともとあったフラグメントにもともとあった。いや、なんかでも、エイムアシストの弱体がちょっと感じるかもしれん。あ、エイムアシスト？今日マジでなんか弱くなってる気する。これ俺が弱いだけ？オッケー。あ、やばい。リボーション来ていく。これ行くわ。逃げまーす、死ぬかも。
あっぶねえ。普通に全然わかんない敵の場所が。オッケー、リボーション最強。あ、やばいわ。待って、死ぬ。頑張れランパート、頑張ってくれ。あ、なんで。見た感じなんかランパートめっちゃ強いっぽいんで、とりあえずランパート使ってみます。あ、え、これシールド、え、これシールド付与されんの、このキャラ。あ、これバグじゃないんだ。え、ゴリ強くね。シーラ弾のめっちゃ速い。あは、最強なんだこのキャラ。あはは、あー、なんで回ってくんの。こういうことね、こういうことだったのか。初めてこのモードが分かった。死に戻りできるんだ。わーってか、赤アーマー、これアーマー強くなるのマジでインチキじゃない、このゲーム。これコントローラー最強じゃない。はい、最強。待って、危ねえ。新モードめちゃめちゃ楽しいんで、皆さんぜひやってみてください。